ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧のあなたありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2678年平成30年1月27日土曜日です。ここは東京新宿駅南口改札前です。ただいま午後6時5分です。気温は気温は6度です。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。言論の自由をここ東京新宿駅南口改札前で連日訴え続けております。さて、いよいよ衆議院国会も、衆議院参議院国会も始まりました。今週は衆議院参議院両院で代表質問がありました。この中でもうね、テレビ、新聞、その他スマートフォンや、ね、iPhone 等でニュースをご覧の方も多いかと思います。憲法改正について、この中で首相が目指す、安倍晋三首相が目指す憲法9条への自衛隊明記に対し、この国会においてね、代表質問の中において野党党首らから、まあ異論というかね、なるほどごもっともというようなこともありました。私はかねてから話しているように、申し上げているように、憲法9条に第3項を加憲するということについては、いささかというよりもね、かなりそそっかしい話だと私は思います。なんらここに自衛隊を明記する必要はなんらないものと私は思います。そしてですね、安倍晋三首相はここにおいて憲法9条の改憲に反対だという希望の党、玉木代表に対してですね、玉木代表がじゃあどういうふうに役割が変わるんだというふうに質問したところ、首相は自衛隊の任務や権限に変更が生じることはないとおっしゃっている。まあこれもまた何のための憲法改正ね、憲法9条に第3項を加える必要があるのかなというところですよね。安倍内閣では歴代の内閣で違憲としてきた集団的自衛権の行使を憲法の解釈の変更によって容認することにし、そして安全保障関連法が成立いたしました。このことについてはね、私はまあ順当な内容だと、ね、妥当なことだと私は思います。しかし今回の憲法9条に第3項を加えるということについては、私は全く必要のないことだと思います。そして国会の憲法審査会でね、建設的な議論をしていただきたいということだと、これは非常にいいことだと思います。私たち日本の憲法は、日本国憲法は残念ながら占領憲法であります。この件についてはね、もはや議論の余地がないところでしょう。 GHQ が作り、そして日本の国が
占領されている時にですね作られた憲法である、だから占領憲法であるということは疑いのない事実です。そしてこれに対してです、さらに自由民主党の二階堂幹事長から自衛隊の明記が必要なのかという質問に対してね、自由民主党内閣総理大臣、自由民主党総裁であったね、当時総裁としての意見としてね、憲法9条を9条3項を設けると、これはいいでしょうね。そして今回国会での答弁はね、これは内閣総理大臣としての答弁です。ね、まあもちろん同じ人なんですよ。同じ人なんだけれども、立場は大きく異なります。首相の答弁として、自衛隊員たちに、君たちは憲法違反かもしれないが、何かあれば命を張ってくれと。いうのはあまりにも無責任だという安倍首相は答弁してるんですよ。安倍内閣もね、自衛隊法ができてから、自衛隊が存続してからね、できてから安倍内閣も含んで歴代の内閣が自衛隊は合憲としてね、そして私たち国民の多くもね、自衛隊は合憲と考えてますよ。ね、思ってますよ。まあもちろんね、まあ左派の方々でよくわけのわかんない人たちはね、憲法違反だとかね、言ってますよ。これはごく、まあごくごくというとおかしいけれどもね、まあ一部の方々でしょ。ね、少なくとも国民の多くはね、合憲として、考えてるし、その疑いも持ってませんよね。そして昨年の春のね、これは自由民主党総裁としてのねお話でしたが、学校の先生がね、子どもたちに憲法違反なんだよ、あるいは憲法違反の疑いがあるんだよと教えてる、そういう先生がいるからというような答弁があった、お話があった。これ以上ね話にならないですよね。支離滅裂ですよ。内閣総理大臣なんですからね、今回の答弁はね、首相としての答弁なんです。自由民主党はね、総裁として言う分にはね、まだねその余地がありますよね。まあいい加減なこと言っていいっていう意味じゃないけどね、いい加減なこと言ってもいいっていう意味じゃないですよね、それはね、じゃないけれどもね、内閣総理大臣首相としての答弁としてはね、これは絶対に許されない話なんですよ。自衛隊は合憲なんですからね。その上で行政府の最高の長としてね、行政の最高の長として内閣総理大臣が職務に当たってる。じゃあなぜこういう場合どういうふうに答えなきゃいけないんですか。一点の曇りもなしという答えしかありませんよね。そしてご存知のようにね、憲法というのは国家権力を制限し国民の人権を保障する、国民の、ね、人権を保障するわけでしょ。じゃあ人権とは何か、国民の財産とね、生命財産、すなわちそこにいる国家そのものですから、私たちの領海とね、国土ももちろん完全に定まってる、そこを守るわけですよね。もちろん大韓民国が
軍事占領している竹島はね、即刻奪還しなきゃダメですよね。奪還するための行為をしなくちゃいけない。それは交渉、ね、粘り強い交渉といってもあくまでもそれは裏付けとしてね、武力を持っての話ですからね。すなわち国民の人権を保障するのが憲法である。しかしここでいくら申し上げてもね、残念ながら日本国憲法は占領憲法であって、憲法そのものの制定の目的がね、憲法の条項の目的が異なりますから、これはどう解釈のしようがしてもね、限界がありますね。もちろんただしね、日本国憲法の中にはこの私たち日本国民の人権をね、保障はできないとは書いてないよね。当然書けないもんね、そんなのはね。であるからね、どうここで憲法を議論したところで憲法9条に第3項を加える必要はありませんし、日本が侵略あるいはね、領海侵犯をされてる、ここを守るためにもうすでにね、侵略されてるところを押し返すためのね、戦力、これは持つことが可能です。それから時には武力を行使する、武力を持ってね、日本侵略した、あるいは侵略しようとする国家に対してね、そこで守ることができます、阻止することができます。まあもちろんね、じゃあ今議論してるその恐れがあるからといって敵国をね、その敵国内にある基地をね、今すぐミサイルを撃ち込んでいいかとなってくると、やや難しいところがあります。しかし少なくとも竹島のように軍事占領されているところを奪還することはね、何ら憲法で制約しておりません。またそれを制約することもできません。したがってこの度の衆議院参議院両院での代表質問でのね、それに対する内閣総理大臣安倍晋三首相のね、回答は誠にいかん話にならん回答でした。必要なことを私はここでね、何もするなと言ってんじゃない。必要なことをさっきの集団的自衛権の行使、このためのね、安全保障関連法が成立したようにきちっと踏まえて、一つ一つ積み重ねて日本の安全保障上の、国防のね、安全保障上の法律を積み重ねようじゃありませんか。こんばんは、ありがとうございます。